時代の流れの中、昭和も次第に遠くなっていきます。反戦をテーマに歌う若い歌手やフォーク歌手がいる中で、当時としては異色のラブソングを歌ったマーク2でプロデビューした吉田拓郎さん。そして、僕の髪が肩まで伸びてで大ヒットした結婚しようよは、作詞、作曲、そして歌まで担うまさしく拓郎さんの歌でした。やがてその歌詞の通りに結婚した拓郎さんは、詩の世界と現実が一致した真実を歌う歌手として称賛されました。結婚相手はレ・ガールズというダンスユニットに所属し、志摩由紀という名前で芸能活動を行っていた四角恵子さんです。二人の間には1974年に子供が誕生しており、娘は彩さんというお名前のようです。かの名曲「流星」は、離婚によって生き別れになった彩さんへの思いを歌った作品です。夢は眩しく木漏れ日透かす。少女の黒髪もどかしく、流れる星はかすかに消える。思い出なんか残さないで。君の欲しいものは何ですか？これを歌った20年後に二人は再会を果たすことになりますが、その後の気持ちを歌ったのが君のスピードでという曲です。こんなに人を愛せるなんて、困らせるなんて思わないでくれ。君の好きなスピードで、僕のテンポで。インターネットの情報によると、彩さんには現在、拓郎さんのお孫さんともなるお子さんもいるのだそうです。そのお子さんは、愛ちゃんというお名前のようですが、娘の結婚式に出席をしなかった拓郎さんは、彩さんはもちろんのこと、お孫さんとの交流もあまりないようです。彩さんの結婚式後、お母様のブログに書かれていたのは、娘の結婚式を無事に終えることができ、心にぽっかり穴が開いたよう。お世話になった方にお礼のメールやご挨拶も済ませ、やっと肩の荷を下ろし、ほっとしていたつもりが、なんだかおかしな自分に気がついた。今までと変わらない生活に戻り、息子とヘナチョコな会話を交わしながら、たまりにたまっていた片付け物をはじめ、洗濯物を干したり、掃除機をかけたり。ところが気がつくと、ソファーに腰を下ろし、遠くを見るでもなく、近くを見るでもなし、テレビをつけたまま掃除機の蛇腹が足元でくねってる。かれこれ15分は経っているが、まあ元来怠けることは嫌いじゃないし、ちょっと疲れただけかな。心に大きな穴がぽっかり開いてしまったよう、という言葉に少し胸が詰まりました。四角さんは拓郎さんと離婚後、再婚をしたようで、再婚相手の詳細は不明ですが、息子が一人生まれています。今も交流があるかどうかまではわかりませんが、拓郎さんと血を分けた娘さんとお孫さんについてまとめました。拓郎さんも70歳を超え、いくつかの大病を患いながら、その度見事に復活してファンの前で名曲の数々を披露してくれます。1970年代に活躍した拓郎さんの世代の方が次々といなくなっています。釜谷博さん、加藤和彦さん、遠藤健二さん、香川亮さん、高田渡さん、時代をリードしたフォークのプリンス、吉田拓郎さん、颯爽と現れ、私たちに夢を与えてくれました。健康に気をつけて、できる限り長くあの名曲を聴かせてください。